12月30日 JR 三宮駅からポートライナーで乗り継ぎ神戸空港にやってきました。今日はスマホ用望遠レンズを使用して下手ですが撮ってみました。お見苦しいところがございますがどうかお許しください。スカイマーク株式会社、本社は東京都大田区、使用機種はボーイング737-800型機です。保有機数29機、運航路線は札幌、仙台、茨城、羽田、名古屋、神戸、福岡、長崎、鹿児島、奄美大島、那覇、宮崎、12路線でございます。13時15分発、那覇沖縄駅。トーイングトラックでプッシュバック。トーイングトラック、機材にもよりますが、200馬力あります。手際よいグランドスタッフの皆さん。空の旅に行ってらっしゃい。タイヤの歯止めを外した時間から茨城に着く所要時間は約1時間と10分です。
株式会社ソラシドエア、本社は宮崎県宮崎市、使用機種はボーイング737-800、路線区は東京、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄です。15時5分枠長崎行き、富士ドリームエアライン、本社は静岡県静岡市、カラフルな全16機15色、使用機体はブラジルのエンブラエル社製 ERJ170/175型です。路線は札幌、青森、花巻、山形、仙台、新潟、松本、静岡、名古屋の小牧、名古屋の中部、神戸、高知、福岡、熊本、鹿児島です。機長、機長さんにお手振りをしていただきました。この年になり、嬉しかったです。10分遅れで沖縄那覇から到着。ただ動画ですが、ご視聴どうもありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。また何でもいいですからコメント欄に書いていただいたら嬉しいかと思います。ありがとうございました。